こんにちは、みうですはい、今日はですね、結構かなりの方がみうに聞いてくださったスキンケアをね、紹介していきたいと思います。あのな、最初にちょっと言わしておいてほしいんだけどさ、みうのスキンケアなんでね、なんかね、全然かっこいいこととかしてへんし、え、かっこいいことってどういう感じって感じいけど、みうのスキンケアはな、簡単なものなんですけど、紹介していきたいと思うので、早速行ってみましょう はい、じゃあね、早速、ミュウのスキンケアを紹介していきたいと思います。一発目はですね、こちらのイソブラボンになります。ほんまに懐かってなかった方いてたら絶対 欲しいねんけどイソブラボンってほんんまに天才やねん <laughs> あのな、この流れで化粧水イソブラボンやったら乳液もイソブラボン使わせてもらってるんでしょって感じでしょそうなんです。しっかりね、ミュウは乳液もイソブラボン使わせてもらって,てですね、とりあえずこちらのですね、イソブラボンの化粧水と乳液の魅力を紹介していきたいと思います。あのですね、こちらの2つのマジで魅力はですね、なんでだったって、肌がマジで持ち肌みたいに、もっちもちのピッカピカのトゥルントゥルンになるし、ほいでな、このイソブラボンのめちゃくちゃミュウが好きなポイントはですね、あのな、使用感 使用感って言うんかなちょっと待ってくださいね。ちょっとぽくって見出して紹介していきたいなと思いますね。もうこんなな。ちょっと待って。これ見せられへんな。うまいこと見せられへんねんけど。あっもうかぼれた <laughs> これ 今つけさせてもらった方は化粧水になんねんけど、イソブラボンの化粧水な、サラサラしててベタつきがないんですよ。みゆは結構お風呂上がり顔に塗るものは、つけてる感覚があんまりないものが好きで、しっとり保湿されてんねんけど、マジで水塗ってんのかーってレベルでね、芸、えー、だけでもね、こんなトゥルントゥルになってるなーっていう感覚なんやけどね。ほいでな、ここもめっちゃ魅力的なポイントなんやけど、もうめっちゃな、ありがたいことにプチプラやからさ、みゆ結構なバシャバシャバシャーってつけたいタイプやね。だからほんまにプチプラやから、気にせずじゃないけど、いっぱい塗りたこったろうって思うし。 スキンケアとかめんどくさがるタイプやからさ、コットンとか使って顔にパタパタするわけでもないんやけど、浸透率って言う浸透力が半端なくて、顔にスーンって入ってきてくれる感じあるし、ほいでこちらのな、イソブラボンの乳液の方は、化粧水は結構パサパサタイプ。乳液しかベタつくやつ多いかなって思うんやけど、このイソブラボンの乳液はほんまに、さっきの化粧水も全然ベタつかへんねんけど、これな、いきますよ、いきますよ。ぽくないですかぽくないですかぽいです,かですよね、ぽいですよね。<laughs> しっとりしててベタベタしそうに見えるやん。けどな、あんだけさ、乳液さ、ベタ だってね、ちょっとベタってしそうかなと思うねんけどな。ほんまにベタつきがなくてな。使い心地はもちろんそらいいねんけど、あのな、ここめっちゃ音量上げといてほしいんやけどな。このな、イソブラボンの化粧水と乳液は、めちゃくちゃ乾燥肌の人におすすめする商品でございまして、みゆ一時期めっちゃ肌荒れて、乾燥肌が尋常じゃなくて、みゆ今まであんまり肌とか荒れへんかった人間ねんけど、多分今の季節冬でマスクするじゃないですか、毎日。マスクと乾燥がすんごくで、ほんまに荒れ くってて肌肌最近ななとりあえず乾燥肌が半端なくてちょっとな、正直な話、ここだけの話ですよ。マジで肌荒れが半端なかったからさ、化粧してもファンデーションで隠せるやんぐらい肌がすんごい荒れてしまって。でな、もうやばいと思ってもう見るね。結構ね、お高めのね、化粧水とか乳液試めさせてもらってんけど、マジで、なんやかんやの最終イソブラボンしか勝たんみたいな感じ。で、やっぱりイソブラボンの魅力は乾燥肌で敏感肌で、香り塗った感覚がサラっとすがすがしい感じの、これ水の のかなーってぐらいのね感覚で使いたいよーって方にねめちゃくちゃおすすめなん、ね、で化粧水と乳液になりまーす。はい続いてはですねこちらのねお米のマスクになります。みよな最近。 今までささっっき紹介させてもらったこのな、イソブラボンの乳液と化粧水しかミュウ使ってなかったんやけど、最近な肌をめっちゃ褒めてくださることが増えたから、ちょっとね、肌めっちゃ極めたいなと思ってからね、ずっと気になってたお米のマスクね、使わせてもらってんけど、やばい。このお米のマスク、やばい。ミュウね、めっちゃおすすめする。さっきのイソブラボンのやつもめちゃくちゃおすすめすんねんけど、これね、ほんまに天才やね。とりあえず先にな、このお米のマスクのめちゃくちゃ魅力的なところをね、紹介させてもらおうかなと思ってるんですけど、あとな、ほんまに、 美白効果が半端ない。ほんまにね、騙されたと思って使ってほしいねんけどね。このマスクをね、した後にパランって、パランってマスクを取ったらね、肌のめっちゃ白くなってんねん。なんでなんてレベルでほんまに肌が白くなってな。でな、ここもみウめっちゃ天才やなと思ったけど、このマスク使っててみウが思ったことは、すっぴんの素肌、肌がめっちゃ綺麗になった。すっぴんの肌綺麗になるって天才じゃないですか。でな、その上にな、化粧のり半端なく良くなった。こいでな、お米のマスク多分ね、めっちゃな、今皆様使われ ってるみゆうのめちゃくちゃ天才なこのお米のマスクの使い方紹介させてもろってもええですかみゆウのお風呂から出た後のルーティーン。肌のルーティーンはですね、肌のルーティーン全然ちょっとの段階しかないんやけど、先にお風呂出たら、このね、さっきのイソブラボン、化粧水をですね、バッシャンバッシャンつけてもろうてですね、次にね、こちらの乳液塗らしてもろって、でな、その後にですね、こちらのお米のマスクをですね、とりあえず開いてもろって、ほんでな、このマスクな、めっちゃ だなあつちょっと待ってや、取れやんねん。ちょっと待ってや。分厚いねん。めっちゃね、さすがお米のマスクって感じ。でな、今ちょっとパックな、今化粧してるからできひんねんけど、これをな、おーおー、おーおおおおって感じだけど、これをな <laughs>、これをな <laughs>、<れを> <laughs> 行くでちょっと待ってちょっと見ててや行くでちょっとさってだけどもこんなね、手ピッカピカになるぐらいね、この中に入ってるなぁ。素晴らしい駅がまだ溜まってるんですよ。で、ミュウはこの駅もったいないからですね。見ててくださいね。行きますよいつもやったら手のひら、ちょっとこんなね、リンゴのお皿持ってきて急にどないって感じなんですけど、これな、いつもやったらミュウ手の上にやるんやけど、ちょっと行くで見といてや行きますよー見てて、やばくないえ ちょっと待って、やばないこのシートの中にこんなにも素晴らしい液が出てくんねん。ちょ、ほんまにやばくない止まらへんねんけどさ、みんなさ、これ初めてさ、このパック使わせてもらった時にさ、このシート使った後に、えこれ絶対まだシートの中に液まだ残ってるわって思って、こうやってね、絞って、ほんじゃあさ、ちょっと見て、伝わるあんまり伝わってないいけてますこんだけちょっとこぼれやんかなこぼれやんかなちょっと怖いな。ちょっと怖いねんけど、どうやって見せようどうやって見せよう <laughs> ちょっと見てもろうとやって。こんだ けなあのシートの中にまだ液が残っててな、みウはいつも手にバーって絞り出して、これをですね、贅沢にですね、顔にバシャーンってやんで、<laughs> ほんじゃあね、マジで顔トゥルントゥルンになる。でな、このお米のマスクのみウがおすすめするポイントはですね、美白効果が半端なくて、ほいでな、このお米のマスクな、10枚入りでな、650円プラス税みたいな感じでさ、もうほんまにプチプラでさ、もうみウは毎日最近使わしてもらってて、顔 少し白くくくししたたいいよっっっっててて方方とか化粧のりをめめ、ね、めちちちゃゃゃににねおすすすマスクになってますはい、って感じでね、こんな感じがミュウのいつもやらせてもらってるスキンケアになりまーす。もうほんまにな、ミュウのスキンケアはな、簡単に手頃に明日からもできると思うし、プチプラなものも多くて美白効果があるスキンケアなのでね、ぜひとは言わず絶対やってみてくださいね。 今日の動画が面白かったらよかったら参考になったらとか色々思ったらぜひチャンネル登録とインスタグラムと TikTok のフォローもお待ちしてるのでぜひよろしくお願いいたしますじゃあまた次の動画でお会いしましょうじゃあねバイバイ